初回から行く。指先に何かあった様子の今井。三連打後に四球で満塁。中村翔吾にも打たれさらに失点。中村翔吾に打たれるやつ。奇跡来た。これは好打者。翔吾の強打なんていつぶりだよ。悲惨や。何や見に来たら試合終わってるやんこな。またさらに悪い流れが。おお、もう血出てたし今井絶対あかんやろ。うわ運もないな。魔法陣かな。不運やな。一回終わる前に早くも終戦やね。さらにさらに安田にも打たれ5失点目。もうやめてやれよ。めっちゃ打っててっか。もう言ってるもう言ってるから。今井が初回大炎上とかもう終わりでしょ。先発も行ったらいいとこないじゃん。今井が好投しないで誰で勝つんだよ。嘘だろ。さすがに同情するわ。もう選手の顔しんどるやん。戦意喪失しとるわ。もうコールドでいいだろ。5失点でっしゃり。このパターンはあんまなかったな。シュードラはバカ要素あるけどセーブは陰鬱なやつなんだよな。